はい、お疲れ様です。今日もね、オリエンタルカディア動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、2周年がね、そろそろ来るということで、その準備をしていきたいということでですね、どんな内容が来るのかっていうことをですね、簡単にまとめていきたいと思います。X の方にですね、いろいろ絵付きでですね、来てますので、ぜひ興味がある人はそちらも見てください。X をね、やってない方もいると思うので、そちらの絵もですね、なるべくこちらに貼り付けて見ていきたいと思うんですけど、まあ、お知らせの方にですね、文章は来てますが、プラス X の方の絵面をですね、ここに貼っていきたいと思いますので、参考にしていただけるといいかなと思います。はい、2周年イベント、まあ、ラクド祭という風になってますが、なんといってもですね、一番の目玉は SP 超量ということになっております。まずですね、こちら、はい、ログインボーナス、期間中にログインするだけで最大70連ガチャがもらえてしまうということですので、これはまあ、周年祭にふさわしいですね、はい、ガチャ券がもらえちゃうということですから、しっかり、ログインしましょう。続いて、UA 会ね、これはこんな感じで、デイリーミッションの報酬や現世で購入か、でサイコロを獲得ということなので、でサイコロを使ってマップ上で、これ進んでいって、そこでイベントが発生したり、まあアイテムがもらえるということになってます。これもですね、大体美味しいんですけど、サイコロを現世で買うというふうに書いてますので、まあどれだけ買った方がいいのかっていうのはもちろん、アイテムの内容によるんですけど、まあ大体アイテムはですね美味しいので、これもしっかりやって、ある程度現世もね、消費した方が、まあ、余裕がある人はですね、いいことが多いと思いますので、ぜひやってみたらいいのかなと思います。はい、でこれもうマジでありがとうということで、毎日イベントに参加するだけで SP 超量が1体もらえてしまうということです。はい、これはもう本当にありがとうございますと言うしかないんですけど、 SP 超量はですねめちゃくちゃ強いと予想されます。詳しい性能に関しては4月以降また動画にまとめていきたいと思うんですが、 X の方にはですね、まあ、詳しい性能、まあ、来てますので、まあ、それもちょっと見ていただければと思いますが、めちゃくちゃ強い汎用性もあるアタッカーのようですので、まあ、これが1体取れるということは無課金としては非常に嬉しいのかなと思います。ぜひね、これはしっかり、獲得していきましょうということになりますね。あと来ているのがこれね、癒しの旅、絆プレゼントっていうのが、ログインだけでもらえると。でこれが、SP 長領に渡すことができて、渡すことによって、限定のストーリーだったりイラストが解放されるということです。それから UA 会っていうのがあって、これも間接長領の視点に切り替えると、この霊獣の跡を探してなんかやっていくということで、で限定の称号霊獣の友っていうのがゲットできるということですので、まあこれはあの称号ですから、特にあってもなくてもいいんですけど、欲しいっていう方はですね、まあ、しっかり、まあ、アイテムもね、もらえると思いますので、まあ、やりましょうという感じですね。で、あと来ているのが UA ショップっていうのがあるらしくて、灯籠を灯すことで、ランダムに報酬一種と相応な、加工数を獲得できます。一定数の加工値を累積すると、追加の灯籠報酬が獲得。うん、まあ、これもやれば、美味しいアイテムがもらえますということですね。はい、そして特売パック、これ課金要素だと思いますが、デイリーお得パックを購入できるんですけど、すべてのお得パックを購入した時に王元気と孫露伴の資金がもらえるということですが、これは賛否生むんじゃないかなと思うんですよね。あのスキンが欲しい人、まあ、スキンには課金スキンと無料スキン、まあ、絹で交換できるスキンだったり、まあ、イベントを進行した後にもらえるスキンだったりあるんですが、このスキンは課金スキンです。で違うのがですね、スキンが欲しくて課金するっていうことは今までもあったとは思うんですけど、これはこのお得パックっていうのを全て購入しないといけないので、要はまずいお得パックがあってもそれを買わないといけない可能性があるということで、いやこれはちょっとどんなパックを売るんだいという話なので、まあ、お得パックなのでお得だと思うんですが、いらない素材だったりするから、そうすると結構きついよね。禁心部とかさ、もう全然いらないんで、通常召喚券のね、あのかけらみたいなのとか、
ほとんどいらないものが多いから、それがパックになってしまっているとえぐいですね。はい、いやこれちょっと気になるが、もうちょっとその辺は空気読んでいいパックにしてほしいと思います。はい、そして SP 調量イベントですね。これ間接調量と読むのかな、はい、なんですけど、これがね、あの目玉です。はい、目玉でいろいろですね、お試しのステージだったり限定のストーリーだったりがあるので、まあ SP 調量にどっぷり浸かるということなんですが、ここにあるですね、 SP 調量を育成し限定版イベージ老王を獲得できるというふうに書いています。これね、 X の方にはこの育成の程度がね書いてあるんですが、 UR5 にしないといけないらしいですね。これ結構きついよね。うん、これきついんだけど、まあ逆に言うと UR5 までできた人は限定イメージ老王が獲得できますので、 UR3 でいいかなとか思っている人はぜひ UR5 までね、うん、してもいいのかなっていうモチベーションにねつながると、まあ、いう作戦ですよね。調量のそのスキルモーションが鮮やかになるということになってますので、別にそれでダメージが上がるとかそういうわけではないですので、まあそれがいらないっていう人はいらないし、まあ欲しいって言えば欲しいし、まあそういう感じになってます。ただ UR5 までの、育成が必要ということですので、ちょっとハードルは高いというのがあります。はい、続きましてラクド周年祭、まあ2周年のこのお祭りをね、ラクド周年祭というわけなんですけど、いろいろですね、ログインボーナスだったり、アイテムがもらえるということで、今明らかになっているのがログイン、1日から8日までのログインで祝儀袋、これは現世だと思いますが、まあそれなりにもらえるんじゃないかなと思います。はい、現世不足の方はですね嬉しいですよね。はい、あとは SP 調量イベント限定交換コード、まあ交換コードっていうのはですね、今までもいろいろな時に、来ていたんですけど、まあアイテムですね、いろんなアイテムがもらえる、なんか召喚券だったりスキンとかはなかった気がするけど、現世とか、うん、なんかアイテムがもらえますので、これもしっかり交換コードを、メモってですね、ゲーム内で入力するところがあったと思いますので、それで交換するということになります。あとはですね、限定スキンが無料でゲット、これは以前の動画でも言いましたけど、2周年限定スキンが観光ということになっていて、この無料っていうのが絹織物ですね、絹織物で交換なので、この期間中にしっかり絹を集めて交換するっていうことが重要です。多分これどうだろうな、ずっとこの絹の交換所にない可能性もありますので、イベント期間内にって書いてあるから、うん、これは注意で、しっかり絹織物を持ってない人は今からオークションでゲットしに行って90枚ね貯めといて、これはしっかり交換するようにしてください。あとはですね、 UR リセット期間限定無料、これは待ってた人も多いんじゃないかなと思います。自分ぐらいですね、戦力が上がってしまうと、まあ突破石虹は足らないんですが、うん、まあそんなにこう入れ替えるっていう必要もないので、あんまり、まああった方がいいですよ、いいんですが、そんなにねすげえ欲しいなっていうわけではないんですけど、始めたばかりだったりまだ中盤の方っていうのはめちゃくちゃこれは有用になりますので、ぜひ、効果的に使っていただけるといいのかなと思います。突破石虹の解除で500元星かかるっていうのが、この期間中は何回やっても無料ですということですからね。はい、いろいろ試してみたい英雄に突破石を振って編成をね、考えるチャンスですということになります。あとは初回チャージ2倍、これ現世かな、初回チャージ2倍報酬、ん違うか、初回チャージ2倍報酬再開、ちょっとこれわかんない、見てみましょう。これですね、初回チャージ2倍が、再開になる、復活ってことかな、リセットっていう意味だと思うんですが、自分はですね課金始めたんですが、これはね現世はね一回もまだ買ったことないんですよ、あの月パスとかね、うん、ないんですけど、なんでかっていうと現世自体がそんなに欲しいっていうシチュエーションがあんまないというか、逆に言うと現世で買えるものっていうと今欲しいのは菓子の壁、それぐらいなので、まああとあるかな、うん、それぐらいだよな。逆に言うと現世で買えるものもちょっと増やしてほしいなというのがありますよね。そうすればこの辺もまたね買う人増えるだろうし、うん、っていう感じだから、もし現世もたくさん課金しようかなと思っている人で、ここの2倍をまだやってない人っていうのがいるんだとしたら、2周年が来る前に全部購入しておいた方がいいですよね、うん、そうするとまたリセットになって復活してこれがつくので、すでに買っちゃってる人っていうのは
あ、新しくこれが追加されて、あ、よかったというだけなんですけど、現世を、これから買おうとまさに思ってる人ですよね。思ってる人は、ちょっとそれは考えてもいいのかなと思いますので、ちょっとご注意ですね。はい、はい、ということでですね、今回は2周年イベントの内容に関してちょっとね、前もって分かってることをね、まとめさせていただきました。あとはですね、玄武が来るということと、謎のスキンが来るということと、あとはギルイベですね、レイド魔性が 2.0 ということで新しくなりますので、その辺に関してはですね、詳細はまあ X に来てます。レイド魔性に関してはね、うん、ちょっと、また後日それは別動画でしっかりまとめていきたいと思いますので、ぜひ、皆さんね、参考にしていただけるといいかなと思います。このチャンネルではですね、引き続きオリエントアルカディア2周年以降もですね、動画撮っていきたいと思いますので、ぜひ皆さん、コメントだったりですね、チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。なんとですね、まだ、チャンネル登録外から見てる方が7、8割、9割ぐらい、いますので、ぜひポチポチポチっとよろしくお願いいたします。はい、ということで今回はね、これで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。